ミスマユミのマナーちゃんです。イエーイ。はい、今日はですね、最初にもありましたようにもうだんだんと暑くなって、でもちょっと梅雨ね、明けていないのでムシってする日もあったりとか、はい、そうすると結構皆さん体にね、バテてる人とか、ちょっとなんか体調悪いなとか、疲れが取れないなみたいな不調な方いらっしゃると思いますので、決めつけましたが、ぜひそんな方は動画最後まで見てください。はい、ということで、はい、今日は夏バテ、私の夏バテ対策、実際に私がやってることをお伝えしたいなと思っております。はい、で、そうですね、いろいろね、やっぱ皆さん夏に向けて、なんだろう、お塩取ったり水取ったり、意識がね、夏バテに向けていってると思います。で、結構いろいろ見てるとね、いろんな夏バテグッズがいろんなお店で売っておりまして、なんだろう、こうね、肩にかけるこう凍らす、こう氷っていうか、なんて言ったらいいんですかね、ね、グッズが置いてあったりとか、あと手持ちの扇風機とかあったりとかね、いろいろなんかこう涼しくなるようなグッズがたくさん出てるなと、私もいろんなお店ね、スーパーだったり百均だったり、なんだろう、いろいろ雑貨屋さん好きなので見る、行ってると出ておりますはい、で私も、はい、オフィス真由美にいますので、この夏までに夏バテとか梅雨のこのね、季節の変わり目って結構体調崩したりとか、まあ、風邪はあんまりひかないんですけど、この間まで膀胱炎だったりしたので、ちょっとこれを意識してね、サプリメント増やしたものがありますので、みんなに発表しておきたいと思います。で、毎年なんかもしかしたら言ってるかもしれないんですけど、これ私の感覚なので、別にね、皆さん今まで通りでも OK ですし、なんかこうちょっと体調崩してますとか、何しても疲れ取れませんみたいな方は、ぜひなんか参考にしてもらえたらなと思うんですけど、こちら私はですね、この夏までに、最近もうちょっと前ですね、6月から飲み始めました、ハイスピード毎日パワーコエンザイム9点、合ってますね名前間違えたかと思いました。はい、こちらを足しております。で、これ、この一つが3780円ですので、割と今ね、サプリメント飲んでる人も足しやすいというか、増やしやすかったりするんじゃないかなと思ってます。で、私も実際にいろんな種類のサプリ飲んでて、粒もいっぱいあるし、粉っていうかね、青汁、水に溶かした青汁も飲んでるのでね、なかなか粒が苦手な人はたくさん飲めないわっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これだったら、ちょっと中身見せときますね。カプセルなんですよ、カプセル、こんな感じでカプセルになってて、おう、こんな感じ。はい、で、私は1日2粒飲む時もあれば1粒飲む時もありますし、はい、今日はちょっと気合い入れないとっていう時はね、2粒飲んだりします。はい、そんな感じでこう常備な感じで飲んでるので、ね、まあこれを主にして、やっぱお仕事めちゃくちゃ忙しい人とか、体力お仕事の人は、体力お仕事っていうかなは結構1ヶ月にしっかり飲まれる方多いんですけど、いろんなサプリ飲んでる人はこれね、なんかちょっとこの季節の変わり目とかに私は飲んでおります。そうすると、なんとなくですけど、まあいろいろね、サプリメント飲んでるので毎日元気ではいるんですけど、なんかやっぱその元気を持続したいなって感じで、毎日パワーだって、毎日パワーっていうぐらいですからそのままでございます。で、なんか結構コエンザイム9点っていうのはみんな結構聞いたことあるんじゃないかなと思いますけど、なんか知らない方はぜひこうコエンザイム9点って調べてもらったら、どんなのかって出てくると思うんで調べてみてください。はい、そんな感じで私は毎日のサプリメントにプラス今コ
こちら毎日パワーを飲んでおります。はい。でもう一つ、やっぱ私はこれ冬も夏も毎日飲んでるんですけど、ぜひよかったらちょっとこの季節の変わり目とか体調崩しやすい人はね、一つ一種類このすごい元気の素一度おすすめしたいなと思います。これはもうすごい元気の素なんですよそのままですのでぜひ他のね、いろんなサプリ飲んでる人も足しやすいですし、これからちょっと始めてみるわっていう人でも試しやすいんじゃないかなという、ドリンクタイプで朝に飲むとね、素晴らしく一日元気で、お仕事だったり、なんだろう、まあ遊ぶ人も疲れ知らずぐらいなるかもしれないですね。なのでぜひすごい元気のもともおすすめしたいなと思っております。はい。やっぱね、夏バテって言うともうなんかね、弱ってる感じするんですけど、やっぱ体力いりますからね、暑いと。で、暑い、外は暑いし、中はなんかエアコンでめっちゃ寒いし、みたいな時が一番体調崩しやすかったりするので、本当にね、皆さん、まあ冬もそうですけど、夏もね、頑張って乗り越えられるように、今からぜひ対策していってみてください。はい。で、まあ簡単にできるのは、私はね、こういうサプリメント、ひとりさんのね、サプリメントに助けてもらってます。はい。ぜひあなたの、こんなこと、こんなこと、夏バテ対策してますっていうのありましたら、ぜひコメント欄に入れていただけたら私も参考にしたいと思います。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。私の夏バテ対策、ぜひね、参考になれば嬉しいです。はい、ということで、今日の動画以上になります。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、今日の動画はいかがでしたか。ここからはまなちゃんからの追伸です。体の栄養は毎日必要です。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。6ヶ月続けるだけ、一生の友としてお付き合いください。オフィスはあなたの健康を全力でサポートしてます。とりあえず飲むだけ6ヶ月です。続けてみましょう。